アメリカ・ロサンゼルスのたこ焼き店。1万個、2万個ぐらいは月に1回くらい特別な時に食べています。食の多様化が進み、アメリカでも高まるタコの需要。そうした中、タコを養殖する研究も進められています。その研究は日本でも。私たちは瀬戸内海に浮かぶ広島県の百島を訪れました。ここでは9年ほど前からマダコの養殖を研究しています。そうですね、こちらのタコがですね、生まれてから102日目のタコです。私の手と比べてみますと、手のひらと同じぐらいのサイズがあります。2ミリほどで生まれたタコがおよそ100日でこの大きさに。今は、冷凍の秋網とかオキアミ、あるいは、魚とか巻貝などいろいろなものをあげてます。食べ残すほどの餌を与えないと共食いしてしまうというタコ。それを防ぐため、1日に4回餌をやり、食べ残しを掃除するなど手間がかかるといいます。さらに脱走防止のためにこうスポンジを貼り付けてます。タコが吸盤を使って水槽の外に出るのを防いでいました。困難が多い中でも研究を続けるわけとは。世界の国あちこちでこうタコを食べるようになってきました。なので日本がこうタコを買えなくなってきているという問題があります。日本の食文化を守っていくために養殖技術の確立が必要だといいます。ところがアメリカでは反対の動きが。タコのことを考える仲間のみんなに、この法案の是非を問いたいと思います。先月末、タコの養殖を禁止する法案が賛成多数で可決。日本時間の今日、知事が署名し、カリフォルニア州でタコの養殖が禁止されることになりました。町の人は、持続可能でないなら養殖は良くない。養殖の全面禁止がいい案だとは思いません。すでにワシントン州はタコの養殖を禁止。影響力のあるカリフォルニア州での成立を受け、今後さらに他の州にも広がりそうです。法律レベルでのタコの養殖禁止、背景には動物福祉の考え方がありました。もともと群れる習性のないタコを捕らえて繁殖させようとするのは不適切だし、動物虐待とさえ言えるでしょう。養殖禁止を支持する科学者は、タコは記憶力が良く、人を見分けることもできます。知能が高く、人と気持ちを通わせることもあるというタコ。豚や牛、鳥など大量生産される動物にも知性はあります。しかしこれらの家畜にはすでに巨大な産業システムがある。タコの養殖については世界的な産業になる前に介入できる今こそがまたとないチャンスなんです。タコの養殖をめぐるアメリカでの動き、私たちの食について考えるきっかけにもなりそうです。